動画をご覧いただきありがとうございます。今回は1980年代当時もののデカ金消し株式会社丸越さんから発売されたシリーズの第6弾 F 型のスプリングマンを塗装しました。今回は地獄のシャワーを浴びて錆びてしまったスプリングマンの塗装です。当時もの第6弾のデカ消しに封入されていたミニブックです。ラインナップではバッファローマンやバラクーダなどストーリー上の重要超人やキングコブラなど超人オリンピックに出場したバラエティに富んだメンバーでした。まずは塗装前の状態です。経年の汚れ、くすみなどはありましたが、全体的には保管状態は良好で綺麗でした。事前準備としてこんな工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して形を整え、表面のホコリや汚れを取る、ベンジンに漬け込み、過塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させてミスタースーパークリアー艶消しを全体に吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。目の部分に下地となるアポシカリーホワイトというカラーを塗りました。色塗りの様子は4倍速で見ていきます。今回は編集なしの全塗装シーンにて、スプリングマンのカラーで一旦メタルカラーを塗りますが、その下地としてシタデルカラーコントラストのバシリカヌムグレーを塗りました。本来はベース、シェイド、ハイライトの効果を一塗りで発揮する塗料ということですが、金消しやデカ消しの塗装ではよく下地に使っています。液体塗料なので筋や溝には早く流れ込んでいって色分けができるため、上塗りの目安をつけるという意味でもちょうど良い塗料です。顔料を含んでいるので下地にもなります。今回のスプリングマンでは目だけが色分け対象、上塗りにコラックスホワイトを塗りました。ボディ、シタデルカラー、ベース、アイアンウォリアーです。メタルカラーで隠蔽力強い塗料、全身に上塗りしました。塗っていてこの鋼色、少し濃い銀のスプリングマンもなかなか味わいあっていいなと思いました。細かなところは面相筆を使いましたが、一気に塗れる広いところは模型用のブラシを使って素早く塗り切りました。スプリングマンはバネ状玩具がモチーフの悪魔超人で、超人強度は320万パワー。鋼鉄製のバネで敵を締め上げるデビルトムボーイが必殺技。力士マンやモンゴルマンと対戦した7人の悪魔超人の1人。今回のサビバージョンはモンゴルマン戦の地獄のシャワーを浴びてギシギシ状態になったスプリングマンをイメージして表現したものです。アイアンウォリアーを塗り切って乾燥させて次の工程に移ります。シタデルカラーのテクニカルという種類の塗料にティファウスコローションという商品があります。オイル錆の効果を再現するためにデザインされたボッシング用カラー、12ミリボトルに入った塗料です。経年劣化や
ウェザリングの様子をリアルに再現できます。少しシェイドカラーのような液体塗料、これをあまり厚くはならないようにメタルカラーを塗った箇所に、今回は全身錆で作りたかったので漏れなく塗っていきました。マイクロサイズの粒子が配合されており、乾くとほのかなテクスチャーが残ります。こちらが今回の塗装で使用した塗料、ホビー用水性アクリルのシタデルカラーのコントラスト、ベース、テクニカルの各種色を使いました。塗装にかかった時間は3工程合わせて約40分でした。色塗り後はソフト救急コーポレーションのボデーペンクリアを吹きつけて乾燥させて完成。今回は全身サビ、これに赤サビや青サビも上塗りで表現できるので部分的なサビのバージョンと合わせて今度やってみようと思います。塗装後がこちら。というわけで今回はデカ金消し第6弾 F 型からスプリングマンの全身サビバージョンでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。